このビデオでは暗号通貨取引の可能性の一つについてご説明します。それを学ぶことで売島トークンの効率的な購入と販売がより可能になります。お話しするのは暗号通貨取引所での注文戦略についてなので、まずは少し理論について説明します。注文とは暗号通貨の購入または販売のための個別の依頼です。まず市場注文と指し値注文に分けられます。市場注文は取引所のターミナルで直接取引注文を出し、現在の市場価格で約定する注文です。指し値注文はあらかじめ特定の価格に注文を出し、その価格に近づいた時に約定する注文です。つまり注文の実行を未定の期間に先延ばしすることができます。私たちがお話しする戦略は指し値注文の使用を気にしています。ご注意ください。このビデオは財務上の勧告ではありません。市場で存在する戦略の一つについて説明するだけであり、それに従うかどうかはあなた次第です。それではまず第一に、マーケット次第で割らないでください。売却価格の上に指し値注文を設定することが最適な解決策です。これによりウルティマが過小評価されていることに市場が明確なシグナルを受け、トークン価格の上昇につながるでしょう。次に平均法という戦略を使用してください。つまり段階的な購入と売却を行ってください。平均法とは特定の価格に注文を一つだけ出すのではなく、異なる価格で複数の注文を出す戦略です。したがってアクティブが成長している場合、段階的な購入をすることで早く利益を得ることができます。もしも市場での初心者ではなければ、アクティブを売却した後に価格が上昇し始めているような状況に遭遇したことがきっとあります。複数の高い価格に注文を出す戦略で、その失望を避けることができます。もちろん誰もがコインを最安値で購入し、最高値で売却することを夢見るでしょう。しかしそれはほぼ不可能です。巨大な投資を持つ大手プレイヤー、市場メーカーでさえも段階的な購入と売却を行っています。底値と天井価格を予測することは誰にもできません。いい戦略はウルティマを階段上により高い価格で購入し、販売することで注文の価格差を 20% に設定することです。暗号通貨市場で成功するためには、待つのは完全に正常であることを理解する必要があります。常にウルティマをより高い価格で分割して販売しようと努力してください。もしも長期的な利益を得たい場合は、一定の時間間隔で一定の金額で定期的にウルティマを購入することができます。例えば1日に100ドルでウルティマをポートフォリオに追加すると決めた場合、数年間にわたってその100ドルを使う覚悟をしてください。数字は個人によって異なるものです。誰かは月に50ドル、誰かは5000ドルを投資します。これは非常に柔軟な戦略であり、自分自身に合わせて調整できます。トークンが大幅に価値を下げている場合でも、投資を続けて安値で買い増してください。成長が訪れた時には素晴らしい利益を得ることができるでしょう。重要なのは、この結果を達成するためにはウルティマの100万人のコミュニティがこの戦略に従うことです。想像してみてください。取引所に100万以上の高値での注文が出されます。それはウルティマが過小評価されていることに対する市場への明確なシグナルとなり、トークンの急激な成長をもたらすでしょう。そのため、すべての人が提案にしっかり従い、このビデオをできるだけ多くの人に広めることが重要です。